このムサトルナンワは年明け前にですね収穫できたんですが、年を越してから収穫した場合にどれほど室内で追熟するものか見たいなと思って、収穫しないで置いておいたんですね。本土での望ましい収穫はですね、まあ11月下旬から12月初旬までに済ませられればと思うんですが、収穫期間を露地栽培で伸ばそうと思いますとね、その年の気象条件にもよるんですが、年明けになってから収穫した場合にはどれぐらい追熟が進行するものか知りたいと思って、まだ残してあるんですね。まあ、もうちょっと残しておいて中旬に差し掛かるちょっと手前にはもう収穫しなきゃとは思ってますけれどもね。本州でのバナナの収穫期間というのは短いものですから、あんまり前倒しすると緑葉が足りないし、あんまり遅く前で置いておきますと、まあ、ここ2年間1月23日ぐらいに間接被害に遭ってますんでね、雪が降るとまずいし、で、まあ雪が降らないとしたらどれぐらいまで伸ばせるかということを知りたいし、また収穫期間を前倒しと後倒しって言ったらおかしいんですが、なるべく遅めに収穫するということで収穫期間に幅を持たせられればいいなと思ってるんですがね。